今回の話題は佐々木朗希選手支給後の誠意に対するチェコからの絶賛の声総まとめリスペクト海外の反応ということについて紹介します。今日本中を歓喜の渦に巻き込んでいる WBC 侍ジャパンは1次ラウンド中国戦8-1韓国戦13-4チェコ戦10-2オーストラリア戦7-1と日本が圧勝での4連勝で見事1次リーグ突破を決めましたね。次のラウンドからは一発勝負となります。次回は3月16日東京ドームでの準々決勝ラウンドイタリア戦です。侍ジャパン王座奪還へ次の大事な一戦期待したいと思います。さて今回は侍ジャパン第3戦のチェコ戦での佐々木朗希選手が起こしてしまった支給の後のエピソードとチェコの反応を記録としてまとめて紹介していきたいと思います。チェコ戦先発は佐々木朗希選手。3月11日の東日本大震災から12年、佐々木朗希投手は震災当時は9歳で津波で自宅が流され父と祖父母が他界しています。こうした悲しみを乗り越え今では球界を代表する投手に成長、そして今回侍ジャパン14番を背負い迎えた世界デビュー。試合前から大きな注目が集まりました。結果として4回途中打者17人、被安打2、失点1、四死球2、四死球1、奪三振8で勝利投手となりました。また WBC 日本代表としては2009年東京ラウンド中国戦のダルビッシュ有選手の22歳6ヶ月を抜く21歳4ヶ月での最年少勝利を飾りました。初回まさかの先制を許すものの後続を冷静にピシャリ。なおこの日最速164キロという大谷翔平選手と自身が持つ日本球界最速165キロに迫る剛速球も飛び出し、全66球のうち21球が160キロ超えという剛腕ぶりを発揮しました。剛腕ぶりを世界に見せつけた佐々木朗希選手ですが、この日の登板で大きな話題になったのが4回のチェコの7番エスカラ選手への左膝直撃のデッドボール。この球速はなんと162キロ。エスカラ選手はその場で倒れ込むと仰向けのまましばらく動けなくなってしまいました。球場にも大丈夫なのかと衝撃が走ります。しかしその後エスカラ選手は自力で立ち上がり、東京ドームを満員にした観客から拍手の巻き起こる中歩いて一塁へ向かいました。するとエスカラ選手はそうした観客に応えるように一塁線上を走り出し無事であることをアピールしたのです。このエスカラ選手の行動に球場は大きな拍手に包まれました。なお続く打者をアウトにしたところで球数制限のため佐々木朗希選手は降板となりました。マウンドを降り栗山監督に挨拶をしベンチに戻る前に佐々木朗希選手はエスカラ選手に向かい再び帽子を取り深々と一礼。これに対してエスカラ選手は問題ないよといったジェスチャーで返しています。ただ2日後に公開された画像には膝が青紫色に変色し縫い目があざになっている様子が映し出されていました。当てられた時も相当な激痛だったのでしょうが、それを耐えて走る姿まで見せる様子、本当にスポーツマンの鏡となる行動でしたね。そして試合から2日後に1次リーグ全日程を終了させた後、佐々木朗希選手はチェコ代表が宿泊しているホテルを訪問、2袋分のお菓子をお詫びに持参したのです。チェコ野球協会公式ツイッターは2人の交流の様子をこの瞬間よというコメントとともに投稿。ロッテ広報室公式ツイッターではその様子を今朝チェコ代表がホテルを出発する前に自身で購入したお菓子を持ってお詫びに伺ったとのことですと紹介していましたが、そのお詫びに対してチェコ代表チーム公式ツイッターが反応。朗希佐々木がオフの日に早起きし、チームが球場に出発する前にホテルの前でウィリー・エスカラを待っていました。ウィリーの膝に間違ってロケットをぶつけてしまったことを直接謝り、お菓子に袋をくれました。リスペクトとリスペクトと大谷翔平選手が試合後にインスタグラムに投稿した文章をなぞる言葉で返事をしたのです。またチェコ野球協会公式ツイッターだけでなくチェコ五輪代表公式ツイッターも反応し、なんて偉大な所作なんだ、野球は紳士のスポーツ、朗希佐々木が示したなんて偉大な所作を見てほしい、チェコ対オーストラリアの前に
袋一杯のおやつとともに、謝罪するためにウィリー・エスカラをホテルの外で待っていたと興奮気味に投稿をしています。またチェコのパベル・ハジム監督は、なんてジェントルマンなんだ、本当に素晴らしいと絶賛。なお、お菓子を受け取った時のコメントでエスカラ選手は、地球は試合の一部だし、実際に起きること、彼が僕のところまで謝りにやってきて無事かどうか確認してくれた、本当に一流の振る舞いだった、本当に素晴らしい人物、お菓子をいっぱい持ってきてくれた、チームのみんなと分け合おうと思うと佐々木朗希選手の人間性を称賛していました。さらにその後ツイッターでエスカラ選手は、一流の振る舞いだ、他に言うことはない、ありがとう朗希、君はエリート競技者でありながら、さらに人としても素晴らしいと感謝のメッセージを投稿しています。またチェコ代表キャプテンのペテル・ジーマ選手は、僕たちがここにいる間、日本の文化にはいつも驚かされる、佐々木は時間をとってエスカラに会って僕らにたくさんのキャンディーを送ってくれて、エスカラのためにボールにサインまでしてくれた、大いなる敬意の表れだよと佐々木朗希選手のおもてなしに感動のコメントを残しています。ここからはこの一連のやり取りを知ったチェコ人の反応を紹介していきます。野球がこんなに素晴らしいものだとは知らなかった、佐々木本当にありがとう、あなたのおかげでチェコと日本の絆が深まったよ、リスペクト、これが日本のホスピタリティか、本当に素晴らしい国、ぜひ一度行ってみたくなったよ、私野球に全く興味なかったけど、この話を聞いて WBC 日本の試合は見てみようと思う、チェコチームにとって WBC は素敵なエンディングを迎えた、日本頑張って優勝して、応援してる、朗希佐々木のアメージングなスポーツマンシップ、俺は彼のファンになったよ、ネットで見たがすごい天才なんだろ、世界一の野球選手になってください、日本の皆さん、またチェコと試合を、その時までにチェコは少しでも追いつけるように必死に練習します、佐々木本当にありがとう、 WBC がこんなに盛り上がると思ってなかったよ、素晴らしい行動だった、今後の飛躍を楽しみにしています、本当にありがとう。さてこのようにチェコ中から大反響を寄せられることになった佐々木朗希選手ですが、大きな反響を呼んだことにそういうつもりではないので、チェコの選手がすごくいい人たちで、試合中もああいう感じで、チェコの方がいい人たちだった、チェコの人たちが受け入れてくれたので、許してくれてありがとうという感じですと恐縮しているようです。まさかのアクシデントからこうした国境を越えた絆になったのは素晴らしいことですね。佐々木朗希選手はもちろんですが、エスカラ選手、そしてチェコ代表選手団、チェコ国民の皆さん、温かい反応をありがとうございました。さて WBC はこれから一発勝負になります。侍ジャパン王座奪還へ、次回16日イタリア戦の先発は大谷翔平選手と発表されています。投手大谷翔平、楽しみです、勝ちましょう。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また来てくださいね。